32。じゃあ今までは前回の31とかは待望じゃなかったのかというと、まあ待望じゃなかったんだよね。男しか出ないんだよね。皆さんも分かってますよね。1カメの皆さん、2カメの皆さん、3カメの皆さんね、分かってますよね。さあ待望が始まりました。まごちゃん、りょくさん、みらっちコル。さてレギュラーのまこちゃんとゲストのりょくと、はい、特別ゲスト青のみらこと、間違えた、みらっちこと青のみらです。イエーイ、よくできました。もう終わって打ち上げにしてもいいやな。そうですね、そうしましょうか。いやいやいや、私何もしてないよまだ。そうだな、何もしてない。そうだね、うん、本日もよろしくお願いいたします。青のサイリングタク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 。あて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 、せーの、ミラッチ。はーい。おー、本物のミラッチ。イエーイ。違う、プラスチックボトルですね。 ありがとう、うん、難しい。いやー来たなー、この4人渡しのプラスチックボトル待望の、うんうんうん、今日は特別美味しいんじゃないですか、うん、特別美味しいジャックダニエル。はい、お願いします、はい。それでは、本物のミラッチが来たところで今回のエアじゃなくてね、前回エアだったからね、ほとんどね。今回の特別ゲストはもう以前からの皆さんね、ご存知の通りでございまして、まあ予習はされてらっしゃると思いますが、まこちゃん、おお、本物のゲット。違うよ、なんだ今、全然違うとこ、なんだ今の言葉は。今上から4行目がダメですよ。お願いします。はい、どうぞ。もう一回やり直しましょうかね。じゃその前からね、特別ゲストミラッチとの慣れ初めでございますね。はい、はい、今回の特別ゲストはもうね、以前でね、お気当たりで皆さんがもう予習されてらっしゃると通りの、そもそもミラッチとは黄色い、違う、噂のです。噂の黄色い近いアイドルからのミルクさんです。ミルクさん、なんといっても8年前のネットリ、ネトラレの、違う、からのです。からの、今日ブタブタですね。大丈夫か。スラッピーの8年越しのチェキと8年前の宿題チェキ合体のリアル実現した、はい、皆さんでミラッチでーす。ありがとうございます。いや、見てるみんな多分何のことか分かんないと思います。全然分かんない本当に。うまこちゃんですよ。そもそもかです。そもそもスカピーとミラッチと大丈夫かこれ。取り出しないからね。まこちゃん頼むよ。そう、いやー、今日なんかまこちゃんがぐたぐたなの、私も釣られちゃいました、うん、まあそれで地下アイドルの BD 現場ではよくあることなんですが、いわゆるネトリネトラレでしてですよね、スカピさん。そうですね、これはその証拠チェキがあります。そのボードの後ろをお願いします。後ろ、はい、持ってください。後ろ、はい、じゃあ、お越しください。で、それで、ここからっていうところがありますから、ここから開始最初、初めて見るよ、さすがだね。その次ですね、開始ですからね。
でね、ここはこっちですが先、こっちが後。ああ、ここはですね。先ですから、先だけ見せるんですよ。そうそうそう。で、あの2カメにね見せてね。これが8年前の、時のやつですね。この時の、チェキがもう私はもうね、ずっと持ってまして、でいつかこのチェキを持って、まあ、オフ会に行こうと思っておりましたね。懐かしい。はい。まあそういうエピソードも皆さんあると思いますけどね。はい、でここでですね、密かに、はい、保存した当時のですね、はい、ミラッチの古いやばい写真がある。何やばい？怖いんだけど。やばい写真。何？やばい写真って何？いや、あまりにもこれですね。うわあ、なんか懐かしいんだけど。何？ね、これね。やばい。これは何をやってるんですか。初めてカメラ手を食べたんですか。カメラ手をなんか某スタもうスタンクスで初めて食べるの。これ違うよ、これちゃんと見てよ、ちゃんと見てよ、ガチャピンなんだって。そうなの。ちょっとよく2カメに見せてあげてください。2カメにミラッチといえばガチャピンですからね。そう昔ガチャピン、なるほどね、昔好きで、人は知ってるっていうか、いや昔好きでっていうか今も好きなんだけど、ガチャピンが好きで、こうラテアートにガチャピンを書いてもらったんですよ。2015年の10月になってますね。ね、いやよく、はい、よく探し出しましたね。そんなの。次がこちらでございますね。これ私見たことあります。こちらは何というユニットでございますか。2015年10月。これはだってこの衣装だからセクシーレボリューションかな。セクシーレボリューションね。セクレボというユニットですね。そう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 、セクレボっていうユニットですね。私もこれ見に行ったことがありましてね。そうですよ、そうですね。これであったんですもんね。そうです。そうそうそう、はい、黄色いこの。そう。やめてください。いいこと言うな。いいこと言うな。そう。ということで、来たんですね。で、次がですね、緑さんとの馴れ初めっていうことで、ミニオフ会に。私ですか。そうです。ミニオフ会に。そうです。ミニオフ会に行った時の。写真がこれでございます。まあ誰っていうのは写しちゃまずいんで、そうやってみんなで乾杯をしたっていうの手だけのやつですね。で、まあこの時なんかの予感がしたんですね。2023年10月21日。で、撮影会の時のプチオフ会があって、8年前の私はチェキを握りしめて、8年ぶりに乱入しようかなと思った。コロナも少しは収まってきたんで、まあ集合場所に待機中に、なんかミラッチがなんか緑さんに俺のことをなんか話をしてた雰囲気があった。何言ってたんですか。いや予約をもらった段階でスカピーさんの名前を見た時に、はい、うわ懐かしいと思ったから。まあ、8年ですよね。いやそうなんですよ。だからいやこの後ね、8年ぶりに会いに来てくれる人がいるのっていうのを緑さんに言ってたんですよ。そうなんですよ。で普通だったら8年ぶりで、あそうですかって終わってる。でもなぜこの置き語りに緑さんがいるのか、まずマコちゃんと俺の間に、それをこの後話してもらうんですが、その通りで、緑さんとは仲良しになった。仲良しになり方がすごい。歩きながらですよ。歩きナンパですよ。要はね、ミラッチをナンパしてるんじゃなくて、緑さんが俺が緑さんをナンパしてるわけ。どうぞ話してください。で、その時もね。あの時、まあ、この風貌なんで、なんかちょっとインパクトあるなって思ってたんですけど、はい、一言、ハーレー乗ったら似合いそうですねって言ったら、乗ってます。40年前から乗ってます。で、その後に、ここでちょっと言ったら、ルパン乗ってる車に乗ってます。あ、チンク乗ってます。30年間乗ってます。チンク乗ってたんですかって言って、そのチンクのワードを使う時点で、もうチンクのそうそうですね。間違ってるけど、チンクじゃないですか。チンクチンクですから。分かってます、女子の前で。イタリアのチンクイチェルですね。イタリアと500っていう、そうですね、一番賛成にも出てきた。さらにクラカメも出てきましたね。なんでクラカメの話になったのか、なんてか分かんないけどね。ほら、ちょうど世代が1モデル差ぐらいで、そうです、気持ち悪いですね。だから、そのオフ会会場に行くまでには、
もうその話題持ち切りでミラッチ不在なんです。置いてけばいい。いや完全に不在だなと思ってね。ミラッチどこにいてもいいと思ってね。2人が投げてもらってルン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 って2人で行ってもいいぐらいですけど、2人が暗号見えたこと喋ってて私置いてかれたもん。全然無理と思って何の話してんのと思って宇宙人が喋ってる。いや本当にそう、私そうでした本当。まあその通りですよね。まあこれはあの作ってないんでここまで話が持ち上がる。でさらにすごいのは、うんうん、そのオフ会で、はい、ミラッチが、ね、8年前のチェキを持ってきたっていう。そう、これが先でこれが後なんですよ。これが後ですね。そう、あとこれがそのさっきの先見せてください。先はこれは俺が持って俺乱入したの、うん、で後の方はもうミラッチが持って乱入してたっていうね。これをね、あのオフ会で並べたら、うん、周りのおたさんがね、うん、すごいねって言ってましたよね、本当にね。いやいや、8年持ってるってすごいです。この辺、まこちゃん DD だからあるじゃない。そうそう、もう DD で、久々にこう同じ箱で僕が立ち返るって言ったこの間のチェキこの間じゃないよね。あのずっと前の初代チェキって言ったら、あれね、もう古くなってもう事務所が捨てちゃったの、ありますよね、私もありますからね、それ TV だと普通ですからね。もう久々に会ったら、もう事務所は捨てちゃったんでないよですからね。さあさあ、こう言いながらですね、なんとこの3人は仲良くなってしまいまして、次にこの時に、まあ、何気にオフ会の時に今度はライブに行くよって話をして、あ、そうね、まあそれで本当っていう、まあ、大体、まあ、アイドルの場合は一応聞いときますけど、はい、あ、本当本当来るのかなっていうのがあるわけです、まあ、常に、ね、常にね、うんうん、集計があってのもんですからね。これは我々私もそうだし、まこ、うん、さんもそう、まこちゃんもそうだし、はいはい、あるわけ。それでなんと3人揃って秋葉原に行ったわけですね、これね。いましたね。ロードトゥースターフェイズ、スターフェイズボリューム1、はい、ね、これでオタクの輪が広がりね、まこちゃんも加えてさらに3人組になりまして、2024年2月23日祝日の金曜日、秋葉原ギャラクシーでステラさんのセカンドアニバーサリーの主催ライブの、ね、ロードトゥースターフェイズボリューム1にミラッチもそこで参戦したするんで、うん、3人で行きました、はい、で、リョクさんが案内してくれて、うん、ね、それであのリョクさんのミラッチ界隈の人たちも宋さんも含めて仲良くなりましてですね。名前出てない。そう、いや、いや、それはいいんじゃないですか、宋さんぐらいは出してもらえて、ね、で、まあ、秋葉原でこれ3人で、わちゃわちゃやってるところですね。駅前で撮りましたね、これ。もう今となってはなんか懐かしい。確かにね、懐かしいよね。なんか言っても2ヶ月、3ヶ月前とかですもんね。そうで、この後私いきなり起き語りデビューですからね。そうなんですよ。それがすごいですよね。一点から。でも、スカピー的には次はライブで会おうねと言って、別れたプチオフ会で、やっぱりミラッチとの約束を果たせたライブとなった。ということで、はい、この後ろがその時のチェッキンですね。ですね。それ書いてありますけど、ちゃんとあのミラッチこういうところがすごくて、スカピーさんありがとうっていうね。あの要は、ギャラクシーで来た、やっぱりライブで会えたっていうことがね、うん、嬉しいですよね。嬉しい、ね、で、まあいやいや、で、そこで、リョクさんがもうカメラマン爆発で、あ、戻ります、戻ります。ジャンプって書いてある。ジャンプあ、これか、ジャンプです、ジャンプ、そうです。え、これで、レフを持って、はい、言ってください。はい、これレフ持ってたけど、うん、そうですね、iPhone で撮ったっていうね。で、この写真、これあの、一眼レフ持ってたんですが、うん、まあ、ジャンプシーンはですね、もう一眼レフなんか持ってらんないってことで、iPhone でひたすらこうチャンスを狙ったわけですね。で、それを撮ったのが、これ、あとやつなんですけど、あとでミラッチにごっそり、これ、頭切れてるじゃん、普通に突っ込まれまして、いや、大変なんだからって思いながら撮りましたっていうやつですね、これ。はい、それディスってたわけ？いや、ディスってないけど、なんかほら、ね、飛んでるからさ、やっぱ高さわかんないし、まあ、切れるのは仕方ないんだけど。面白いね。うん、
この後のミラッチョ付きワンマンライブでも定番のミラッチヤング出ますか？あーもうちょっと出させていただきます。あ、身長っていうか、まあ大丈夫かな、まあ、いいね、いいね。あれだったらこう突き破ってるから突き破っちゃうかな、ね、あとで損害賠償は3人がいます。あー、これ、すいません、ありがとうございます。で、今日の、ね、衣装ですけども、はいはい、イメージカラーにセラさんのメンバーのメールカラーを入れて、で、ミラッチの水色も加えて、うん、まあ、この後はあのね、歌の披露でジャンプもしますから、うんうん、あのお母さんと一緒に作ったんですね、この人ね、はい、なんで俺こんな詳しいんだろう、ネットに寝取られるのは強いですね、やっぱね、すごいですね、ホモがもうね、すごいですね、はい、本当に。最後にですね、はい、京都の生誕祭の緑さんの、時のね、参戦の具合があって、私これで感動したことがございましたね。何、まあ、まずはその緑さんの、うん、これでございますね、はい、はい、見せてあげてください。はい、ね、まあ、とにかく、うん、この綾部市っていいんですよね。そうです、今日綾部に行くのが、うん、この2024年4月20日のリアル生誕、はい、どうぞあの緑さん行ってください。どれだけ大変だったか。そうですね、東京から行くのが、から、まあ、東京駅までが、まあ、こう1時間、はい、で、ここで1時間です。そうですね、そこから、まあ、新幹線で2時間ぐらい、2時間ぐらいですね。で、京都に着くわけです、はい、あれは皆さん、京都市内とか観光って想像しないでくださいね。京都、いや、俺そこでもうさ、もう15分ぐらいで行けるのかな、大阪みたいに、道頓堀みたいに。京都府府なので、綾部市なので、そこから、そこからなんと特急で1時間です。特急で1時間、はい、都合4時間以上じゃないですか。そうですね、こんな5分に1回来ないでしょ。来ないです、来ないです、ない、1時間に。そうそう、東京組ずいぶん行ったんだよ。そうですよ、そうなんですよ、来てくれて。トータル移動が8時間で、現地で過ごしたのが1時間ぐらい。いや、そんなに出てないでしょ。ああ、そうですね、3時間ぐらいです。ああ、そうか、すごいなぁ、ミラッチの魅力ってのはやっぱりそういうさ、往復8時間って言ったらもう宇宙行けるんじゃない、今の時代だったら。行けますよ、行けるよ、イーロン・マスクに頼めば宇宙行けるかもしれないよ、ほんと。すごいね。その時にお土産これお土産もらったんですよ。で、これ実は当日開けなくて、まあ、帰ってきてから開けたらですね、うん、なんと これ特別なやつで食べられないじゃん。可愛いな。これ食べたくないぞってなって、しばらく眺めてました、うん、はい、眺めてまして、これいつ食べる、いや明日無理だろう、明日食べられない、結構遅かったよね、明後日いや無理だろうって、そのうち、いやそろそろっていうところで、飼ってるあのなんか爬虫類に食べられちゃうんじゃない、そうそうそう、食べられちゃったかもしれないそんな感じでちょっとね、なかなかもったいないんですけど、最後はちゃんとお腹に収めましたっていうことですね。素晴らしい話ですね、はい、ありがとうございます、はい、本当にね、これをね、見てるとね、本当にあのミラッチのこう、なんていうの、心づくしがわかるなっていう感じがしました。いや、だってさ、本当にアイブまで超遠いじゃないですか確かあの、秋葉原の時に告知したんですよね、うん、生誕がありますと、ね、ただ、ここら辺に今日いらっしゃる方は、うん、来られないだろうと思うんですよ、うん、なったって京都でやるんです、しかも綾部市ですっつってみんな、って引いてましたからね、引いてた人ほとんど行ったわけですから、そうですね、まあまあ、応援団はほぼ引いてくれたんじゃないかな綾部市は、なんか東京もがたくさん来てて田んぼでもやってくれるのかみたいな感じでいたと思いますけどね、ちょっと脱線しましたが、はい、そしてですね、まあ、最後に、感動したミラッチのつぶやき、うん、ね、これは、4月、2024年4月21日、うん、終わった後の22時35分の、Twitter X から、ね、これは私が代読させていただきますが、はい、これ見せながら私が代読します、はい、ミラッチのおかげで出会えた人がいる、うん、そう言ってもらえて嬉しかったです私自身も誰かのおかげでみんなに出会えてるんですが、自分も誰かと誰かをつなぎ合わせられるきっかけになったことをなっていることを知って嬉しかったな。まあ本当にね、これね、まさにここにいる3人のクソ親父のことですよね本当にどう見てもね、それで番組やってんだからそれ。いや、マジ我々のこともこれにね、それでなんと沖当たりでミラッチ京都から来ちゃったっていうことですからね、はい、もう往復8時間かけて来ちゃったっていう、ね、ことになります。
ね、本当に、まあ、本当に嬉しい話です。まあ、あの、ね、本当に、あの、昔の8年前とは、思いもしなかったと思いますけど。いや本当にね、なんか、まあ、言って8年前もちょっとしか喋ってないし、でも相当ね、俺的にはね、寝取られたなっていうね感じはあったよ。すぐ言うのよ、寝取られた。だってさっきのあの、ほら、セクシーレボリューションだっけ、レボリューションね、レボリューションだっけ、あれでさ、うん、あ、それでですね、その終わる前にちょっと俺から質問がありましてですね、うん、あ、はいはいはい、これは何なのっていう、何これ見てください、まこちゃんも見てください。いやそれは、そう、春キャベツ食べてるね。いやいや、それは、そのぐらいわかりますよ、だって。なんか、エピソードを、このね、食べ方が可愛いの。これが、なんかやんちゃな。入り口が可愛いですね。そう、そう。そうですね、これ、どういう、これは、あれ自分ちでやっ作ってるんですか、あ、そうそうそう、地元の綾部で、うん、あのお父さんとお母さんがやってる畑にキャベツが植えられてるから、もう栽培するっていうか、まあね、収穫するよっていう。邪魔してんじゃないですか。違うよ、収穫の邪魔をしてるんじゃないですか。違うよ、私は手伝ってるもん。これでこれで手伝ってる。でこれどう見ても手伝ってないですよ。食べてますよ、食べてますよ、食べてるよ、食べてる。収穫をしてるとは思えないですよね、これね。ないですもんね。まあいいですけど、まだ収穫したよっていう報告が。ああ、そうなんですね。大したもんだなと思って。で、その後ろ、はい、これ、ね、広すぎてね、折らないって、あ、ダメですね。これは何ですか、これ。それは、あの、伊豆市そばっていうのが。なんだそれ。伊豆市っていうところに。また遠いんだな、これ。鈍行で5時間とか。いや、そうじゃない。いや、でも、うちは、その、やっぱ、あやべはもうね、電車がそんなにないから、あの、パパの車で、お父さんの車で、あの、伊豆市そば食べに行って。これ、そう、食べ放題的な感じ。あ、いや、なんかね、一人何皿食べるっていうのがあって、で、なんかね、女性は確か20皿行ったら、20皿いや、すごいって言われたんだけど。だったら、すごい。そうそうそう。で、私は17でギリでしたね。もうちょっとだったんですけど、そう、でも17皿食べてるからね、すごいでしょ。これかなり、あの、これから食べる割にはすごい勝ち誇ったぐらいの話をしてるんで、食べるぞーって。さすがね、ミラッチのこの闘魂の、もうアントニオ云々みたいな闘魂のね、ちょっとこれは私からちょっとリクエストさせていただいた。いや、嬉しいですね、そういうのはいろいろ厳選した中で2枚をね、本当にね。まあ、ではこの後は、はい、ミラッチのプチワンマンのライブでございます、はい、ね、その前にね、あのね、青のミラ、はい、から現在の活動の、まあ、番宣も含めて何かあれば言ってください。はい、はいはい、じゃあちょっと告知タイムをしたいと思います、はいはい、って言ってもですね、この後決まってる予定がですね、まあ、一応7月8月にちょっと何かしらイベントがあるっていうのは先に伝えておこう。8月がちょっと大きめなイベントがある予定なんですけど、まだ解禁してないので、なるほど、あの情報を。これちなみにね、オンエアされるのは6月9日です。あ、はいはいはい、でも6月がちょっとスケジュールなんもなくて。あ、そうです。そう、待ちたいなっていう気持ちあるんだけど、あのこっちでのイベントは特にないなって感じなので、X っていうのですよね。そうですね、はい、Twitter X、 そうそう、 X とかをちょっとチェックしてもらえたらなって思います。はいはい、まあ、あの、これに懲りずにですね、はい、たまに、なんかついででいいですから、もう東京に来た、あ、りょくさん、来てるし、あれ、りょくさん来てるしって、あ、りょくさん、実は沖縄旅の収録明日あるんですけど、ちょっと顔出しませんか、俺たちもうそのつもりですから的な感じがあれば、ちょっとやっていただいて、ね、で、来たら歌ってもらいますから俺の歌削ってもミラッチに歌ってもらいますから宣伝にもなるんで、でそのみんなそれを望んでるでしょ、スカンクよりも間違いないよね。今生チャットでもううんうんとか来てるよね、もう飛んでるよ、そのコメントがね。分かってます、分かってます。だからそれをねお願いして、はい、次の、ミラッチのフシワンマンの方に行きたいと思います、はい、で、あとは他ないですか、大丈夫ですか。この後に、あの歌う2曲はどんなやつですか。はい、まあ、これはあの、まあ、アイドル時代って言ったらあれなんですけど、今でも十分アイドルですよ。アイドルライブ活動っていうものを今してないからあれなんですけど、ライブ活動を当時してた時にあの歌ってたオリジナル曲2曲をちょっと今回チョイスして
歌わせていただこうかなと思って。ミラクルスタートダッシュ。はい、とずっと様はっていう2曲なんです、ね。はい、いいですね。はい。ミラクルスタートダッシュは例のジャンプする、ね。あ、そうですそうです。そう、ジャンプする曲。大変ディスられたよくさんが大変な思いして最善で。いやもうね、チャンスは3回しかないからさ、ジャンプのチャンス3回だから。俺に勝ち怒ってましたからね。スタンプさん見てくださいよ。これはちゃんとあのミラッチから OK をいただいてるんで告知に使ってくださいっつって。でそれでいろいろ聞いてたら頭が切れてるからディスられましたってへこんでましたからね。頭切れてね。頭が切れてないから。手か。まあまあまあそういうことでね。ありがとうございます。長い時間になっちゃいましたね。それではね次に移りたいと思います。はい、まああのここで拍手で見送ってミラッチの。プチワンマンを見たいと思います。イエーイ！皆さんこんばんは。ミラクタと青のミラです。画面を通して見てくれてるみんな、ぜひ大声出して盛り上がってください。聞こえないよ。
曲中にしゃべらせていただいたんですけれども、今日あの無観客ライブなんですよ、実はあのここの現場でね、こういう感じが初めてなのでちょっとドキドキしてるんですけど、改めまして、ミラチコと青野ミラと言います、よろしくお願いしますあ、静かに拍手してくれてますありがとう。はい、ということで、まあ、この曲はミラクルスタートダッシュって言うんですけど、初めてなんかこうアイドルらしい曲をいただいたって感じの曲になってるんですけど、まあ、ミラッチといえばジャンプっていうのは多分この曲でなんかイメージついたんじゃないかなみたいなところはあって、で今多分これオンエアされるのが6月9日っていう話を聞いたので、次の曲はちょっと先寄りの夏の曲をちょっと歌いたいなと思っています。はい、あのぜひですね、画面の前でサビを歌ってる時に一緒にこう腕を振り回していただいたり、ちょっと周りになんかあの電車の中とかで見てる方はあのこういう感じで見ていただけたらいいなと思います。いやちょっと緊張するんですけど、まあ次がラストの曲なんで盛り上がっていきましょう。ということで次の曲聴いてください、ずっとサマー。はい、皆さんタオルの準備、拳の準備いいですか、すぐに来るからね、みんな回すの、いくよ、レディゴー、準備 OK、 いざえサマー、ギター紡ぎ捨てて、春夏夏夏夏
楽しんでいただけましたでしょうか。イエーイ、たくさんのコメント高評価お待ちしております。よろしくお願いします。また信じて青のミラでした。ありがとうございました。
この頃ね、物忘れがひどくなってね、ピックをね、どっかにやっちゃうなんてよくあるもんね、さ。ほんとね、困っちゃうよね。あった。うん、あるんだよ。諦めないで探してほしいね。ほんとに。もうね、俺の友達とかもみんなもう、年だからさ、諦めるっちゃう。諦めないで。うん、大丈夫だから。俺がいるから。俺が諦めちゃいけない。よくわかんないけど。こんとこさ、もう、A ちゃんにハマっちゃって、いつもスカンクさん同じですねって言われるけど、いいんだよ、同じでよ。好きなんだからしょうがねえよな。矢沢永吉、もう一人の俺。
iPad ね、捨てた方がいいね。もう印刷にした方がいいよ。ユクさんと同じように。ユクさんと同じように。印刷物にした方がいいね。ユクさん、どうでした？いやー、夢でした。夢だよね。夢ですよね、きっとね。今、だってユクさん出たのが、もうそもそもそう。そうですよね。いやー、久々に聞きましたね。あれ知ってる最初。知ってます。ミラッチをいかに出させるかっていう、そういう、もう最初からあのミッションというか、はいはい、あのそういうプロジェクトだったんですよ。プロジェクト某 X 的な、ミッションをちょっとずつ進んでそう言ってましたからね。リョクさんが出てあ出ちゃった後に、多分ミラッチが、え、リョクさん出たんだじゃあ次私みたいな、それになってくんじゃねえかっていう、ミラッチどうですね。いやそうですね、なんかめちゃめちゃ前からお話いただいてたから、まあ、全然ちょっとタイミングが合わなくて、相当前から仕込んでましたからね寒い頃から仕込んでましたからね。そうですね、そうだったから、まあでもなんかね、新鮮ですね。ちょっとなんかこう、いつもはさ、ステージからさ、見てる方が隣にいらっしゃるというか、なんかそういう感覚がオフ会ステージみたいな合体してる感じなんですかね、置き当たりはね、うん、いやでもめちゃくちゃ楽しかったし、今までね、置き当たりはみんなね、女性アーティストこうやってここに出して、はい、話してるんですよ。おー、それが置き当たりのスタイルなんで、うん、全然弾いてないでしょ、ただ置き当たりやってるの置いて語ってるってことです、置いて語ってるっていうことで、そうですか、よかったです。喜んでいただいたんであれば。はい。うん、あ、そしてね、一個言いたかったんだけど、うん、私、32歳になったの。あで、今日、32でしょ。おー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 やばいこれよ。ちょっとね、鳥肌立った、この気持ちが、やばい。この後、クラブ選手、みんなハイボールとか食べますからね。よろしくお願いしますね。いやすごいな、本当に。ありがとうございます、だから。いやー、本当に、もうそうなんだ。そうなんです、そうなんです。でもさ、32とは思えないよね。思えないよね。電格されたり。あ、します、します。あやっぱり、せーの、電格前ね、秋葉原のギャラクシーの時に、はいはいはい、アシスタントいたじゃないですか。あ、そうそうそう、俺妹かなんか親戚を連れてきたのと思ってもしかしたらと思ったんですけど、あ、親戚の子だったら悪いなと思ったんで声はかけなかったんですけど、後からスカンクさんに確認されました。14くらいかとかって思って、あれ違います、人ちゃん人ちゃんって、って言って、よかったって言ってました。すごいですね。年覚集団が。ちっちゃいし、童顔だし、みたいな。まあ、そうですよね。でもね、ミラッチはね、このツッコミもそうですけど、こういう男に対して全く躊躇なくね、言うところが面白いんで、こっちもそれで話して楽しいですよね。いきなりいちいちへこまれたり、後でなんかこう、不幸の手紙送られたりとか、怖い怖い怖い。だからそういうのはない。あと舞台をやられてるとか。あ、そうですね、最近はもうね、朗読劇とかばっかりなんだけど、そうですね、そうやっぱ京都と綾部のね、あ、京都じゃ東京と綾部のね、こう距離感がすごいから、ね、稽古に参加できないんで。そうだよね、そう、うん、朗読だとやっぱ稽古日数も少なかったり。あ、そうだよね、まあ、何か我々でできることがあればね、はい、ないと思いますけど、ね、なんでだよ、やってよ、なんかそこはさ、やってあげるからさ、とかさ、言うところでしょ。まあまあ、それは俺ですからね。そっか、まあまあまあ、でも本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。イエーイ、ミラッチでした。ありがとう、ありがとうございます。なんだかすごいことになっちゃった。どっちかどっちかわかんないですよね。本当ですよね。いるよ、ここ。困っちゃって、もう本当にこの後オフ会いや、やってるよ。いや、これがオフ会だろう。そうか番組上がオフ会みたいなのでさ、オフ会ですね。4時間かかるから。そうだよ、帰るまでも大変だろ。そうだよ、酒取ってちょっと酒飲む。これじゃやっとく。プラスチック、最後までダメやった。ダメだー、プラスチックですね。プラスチックは難しいよ。難しいですよね、本当に、ね、プラスチックボトルね、そう美味しそうに飲むな、ほんと。ミラ
ちゃん、お酒はどうなの？お酒は飲みますが、ウイスキーは飲めません。なんで飲まないのにな。やっぱね、なんかね、味が苦手なんだよね。あ、そうなんだ。そう。どんなのがあるの？レモンサワーが好き。最近はでも、男梅サワーも飲む。定番のね。どうも、ブタです。アーティスト支援金付きステッカーの買い方を説明するルーアイウーの方のオンラインショップからこちらをクリック、そしてこちらをクリック、目当てのアーティストさんを選んで完了。どうぞよろしくお願いします。ブタでした。